こずタイムへようこそ。今日のテーマはこちら、赤ちゃんの爪切りについてです。赤ちゃんの爪ってすっごくちっちゃくて可愛いんですよね。ただ赤ちゃんの爪伸びるのがすごく早いので、気づくとこう顔にひっかき傷を作ってしまっていることがよくあります。やはり一番の対策はこまめに爪を切るということです。私も赤ちゃんの爪すごく早く伸びるので、3日に1度ぐらいは爪を切っていました。でベビー用の爪切り、ハサミタイプと、あと大人と同じクリッパータイプと、あと電動タイプというのがありますが、日本では爪切りのハサミタイプというのがとっても人気があります。やっぱり赤ちゃんの爪の様子を見ながら切れるというのがとっても安心です。ただこまめに爪を切っていても、結構角が残っていると引っかき傷ができてしまうことがあります。なので爪を切るとき、最後にヤスリで削ってあげるというのがおすすめです。でコンビの爪切りなんですが、キャップにヤスリがついているので、爪切りをした後にヤスリで削るというのがとてもやりやすくなっています。また赤ちゃん生まれた時にすぐに爪が伸びているっていう赤ちゃん結構います。私の子2人とも生まれた時にかなり爪が伸びていました。なのでぜひベビー用の爪切り、出産準備品として用意するようにしてください。では